シャークマウスを描いたフライングタイガースの P-40 軍用機の塗装は軍用機に行われる塗装のこと。主に機体外部の塗装について記述する。塗装の基本的な目的は部材表面の保護による耐食性、耐光性や美観の維持である。航空機の場合はこれらに加えて燃費低減、ペイロード増大の要請からできるだけ軽量であることが求められる。 軍用機の場合はさらに敵からの発見を防いだり遅らせることが要求されるため色や塗装パターンに特に注意が払われている20世紀末からはステルス性のうち特にレーダーによる探知の回避を目指した工夫もなされてきているこうして非探知率の低下が目指される一方で敵味方を識別して同士打ちを防ぐ必要からかつては目立つ色や 模様のマーキングが必ずなされていた。しかしながら、現代では、リーフの発達によって、派手な色彩の国籍マークラウンデルや部隊称、式公用のため黙認されていた、非正規の塗装などは、実戦部隊で存在しなくなっている。色ン間航空機、特に商用の旅客機や貨物機の場合は、集客や運航コストの抑制が重視されるために、派手なカラーリングが採用されたり、 逆にアメリカン航空のようなポリッシュドスキンといったものが存在する。軍用機においても、第二次世界大戦頃までは派手な色彩の塗装がなされることがあった。しかしながら、特に大戦終結後頃からは、その任務の性格上、必死人性の低さを重視した暗色や無彩色の塗装が多く見られるようになっている。塗装パターン、塗装パターンについては、地上中記事や地面、 海面付近の低空飛行時の視認性低下を意図した緑や茶色、青や水色のカムフラージュがあるほか逆に高高度での飛行中に視認されにくい薄いグレーなどがその機体の用途に応じて使い分けられている。マーク、装飾塗装の上から装飾や敵味方識別を目的とした絵やマークが描かれることがあり、これらは主に機種に描かれるためノーズアートと呼ばれている。 ノーズアートの代表例として、第二次世界大戦時のアメリカ軍では、爆撃機などの大型機の機種部に、女性の絵が、戦闘機や攻撃機には、シャークマウスと呼ばれるサメの頭を模した絵が描かれていた。アメリカ軍は、第二次世界大戦頃から、戦闘機に敵味方識別装置を搭載していたが、火器とは連動しておらず、混戦時の利用は難しかった。また、地上部隊では、 この識別信号を受信できず P-51 などが友軍の対空砲火にさらされる事件が多く発生した対策としてインベージョンストライプと呼ばれる帯を主翼に描いていた第一次世界大戦頃に自らの存在を誇示するため大きなパーソナルマークを期待に描く者も,もいた軍の規律が重視されるようになると パーソナルマークは禁止されるようになったが、多くの空軍の戦闘機パイロットは、自身の技量を誇るため、自らが撃墜した敵機や目標の数だけ、国籍マークの並べる、キルマークを機種に描いていた。電波吸収性塗料レーダーが発達し、互いに目視する前に交戦を行う BVR での戦闘が多くなるとともに、 レーダーによる探知を避けることが強く求められるようになってきた。照射されたレーダー波の反射の度合いを示す指標を RCS と呼ぶが、RCS の低減のために第一には形状と構造に工夫がなされる。ス -117 や B-2 といった航空機のみならず、ビスビュー級コルビットや C シャドウなどの感染も照射元へとレーダー波を返さないための得意な形状を している。こうした形状における工夫が電波をいかに反射させるかを考えているのに対し、いかに吸収するかを考慮したのがラムと呼ばれる塗料や材料であり、入射した電磁波の一部を熱に変えてしまう働きを持つ。フェライト系などの塗料が実用化されているが、21世紀初頭現在では広範な普及を見せるまでには至っていない。 第二次世界大戦においては、各国で様々な塗装がなされていた。日本第二次世界大戦前から中盤には、明海白色と呼ばれる明るいグレー系主流だったが、南方に戦線が拡大すると、民海白色の上から格子やブチ状に暗緑色を塗る、応急迷彩を施した機体が登場し、さらに劣勢に陥った、対戦中盤からは、工場出荷状態で、 すでに覆面以外暗緑色の塗装をされた機体が納入された。いずれも覆面は明快白色で塗装されたが末期には覆面未塗装の機体も多く見られた。国籍マークの日の丸は白縁ありとなしの2種類があり、応急的に白縁を機体色や黒で塗りつぶしたものも存在した。いずれも現在の自衛隊機よりも大きく描かれていた。アメリカ海陸海東海軍機は、 対戦前半は主に水色に近い青色を、中盤以降はネイビーブルーの単色を主体に使用したが、P-38、P-51 東陸軍機は緑の単色あるいは無塗装が多かった。陸海軍共に機体に様々な絵が描かれ、B-17 や B-29、東爆撃機には機種部にノーズアート、戦闘機にはシャークマウスが多く描かれていた。 イギリスほぼすべての軍用機が、対戦前半は緑と茶色の明細塗装を使用し、後半は暗めの水色と濃いグレーの塗装を主に使用した。しかし、爆撃機に関しては、対戦終結まで緑と茶色を使用している。その一方で、極東地域に配備された機体には高温多湿による腐食を防止するために、銀色が用いられる場合もあった。 ドイツ戦域に合わせて塗装を変更する場合が多く、ヨーロッパで作戦する機体には主に緑系の塗装が、地中海やアフリカで作戦する機体には茶系の塗装が施された。しかし、対戦中期以降は BF-109 や FW-190 を中心にグレー系迷彩が主流となった。また、対戦初期は針十字が大きく描かれるという特徴が見られ、当器に 通常の塗装の上から石灰を水で溶いたものを塗装した機体も多く見られる。第二次世界大戦期にはアメリカを中心として無塗装が多く見られたが日光の反射による前方の視界の眩しさからボンネットだけを黒く塗装することもあった。現在ではほぼ採用されていない朝鮮戦争期においても多くの国で第二次世界大戦期と似たような塗装がなされた。しかし、 アメリカ・イギリスでは、この時期から1960年代にかけて、核攻撃を主任務とした爆撃機を中心に、核爆発の先行から機体を守ることを目的とした白単色の塗装も多く見られた。朝鮮戦争を経験したジョン・ボイドにより、空中戦では、パイロットの意思決定速度の差が、キルレシオの差となると結論付けた。アメリカでは、 相手の意思決定を遅らせるため、心理学や生理学を反映した明細も研究されるようになった。現代では、対戦闘機戦闘を重視し、よりカモフラージュがかかった塗装を用いるようになった。そのため、第二次世界大戦期のような派手な塗装は、模擬戦闘やアグレッサー部隊、アクロバット飛行を行う機体などを除き、ほとんど見られなくなった。 ベトナム戦争に出現した超音速戦闘機以降、世界の軍用機の塗装は、それまでのものとは大きく変わった。なお、アメリカ海軍の艦載機はかなり長い間迷彩が用いられなかったが、現在では、ロービジ迷彩が施されている。以下は、現代における主要な塗装パターンである、砂漠地帯の迷彩塗装攻撃機、爆撃機など、 比較的低空を飛行し、上空より俯瞰する形で、戦闘機に指認される機会が多い機種に採用されている、砂漠地帯に見せかけたカモフラージュ迷彩塗装である、イラク軍やイスラエル国防軍など、中東諸国の砂漠が多い地帯の各国軍隊では、多く実施されている。また、アメリカ空軍のアグレッサー部隊にも、砂漠迷彩を用いた回マイナス十六が、 運用されている。ロシアではかつて砂色と水色を使う独自のデザート迷彩が多く見られた。イラン空軍の F-14A は、アメリカの協力が得られていた間は砂色、茶色、焦げ茶色を使う三色迷彩だったが、アメリカと断交し、ロシアの影響力が強くなると、ロシア系の塗装に変更されている。森林地帯の迷彩塗装蒸気と同様。 上空より視認される機会が多い機種に用いられる。過去から多く実施されている塗装パターンである。ベトナム戦争期には、東南アジア迷彩と呼ばれる、緑と黄緑と茶色の塗装が、センチュリーシリーズの戦闘機や、海マイナス4で行われていた。これに対し、ヨーロッパでは、茶色は用いず、能力や、オリーブ色を用いた迷彩が用いられており、 トーネードやベトナム戦争後に登場した初期の A-10 等で用いられていた。多様な地理的条件で、しかし、想定飛行地域が限られている国では、この塗装で運用されている。航空自衛隊では、偵察機と輸送機に採用している。低空を飛行することの多い攻撃ヘリコプターは、能力色の単色が多く使用されている。ブルー系名彩塗装水色や青色といったブルーを用いた、 海や空とのカモフラージュを目的とした、迷彩塗装である。ロシア空軍では、洋上戦闘機を中心に採用されており、ス -27 系の戦闘機が、代表的な存在である。イラン空軍のミグ -29 や F-14、14やルーマニア空軍のミグ -21 等、ロシアとのつながりが深い国の空軍でもブルー系の、迷彩が見られる。また、青みがかった。 薄いグレーが用いられることもある。日本の海 -2 や UH-60J、US-2 で濃い青色を使用した塗装をしている。ロシアのブルー系迷彩が空との識別困難化を目指しているのに対し、日本では海との識別困難化を想定していることから、洋上迷彩などとも呼ばれる。洋上迷彩が主流の日本においても、 イラクに派遣された C-130H は地上からの対空砲火を防ぐためブルー系の迷彩が施されていた。また海上自衛隊では P-1 や C-130R などの大型機に青灰単色を採用している。アメリカでもブルー系迷彩の研究が行われ、迷彩として有効と認められたものの、事故や同種打ち防止といった理由から、 仮想的部隊を除き採用されていない、グレー塗装機体を、艶のないグレーで塗装することにより、上空での見分けがつきにくくすることを目的とした、迷彩は、ロービジ迷彩と呼ばれ、低コストながら、どのような状況でも効果があるため2000年代から主流となっている。アメリカ空軍の F-15、海 -16、アメリカ海軍の海 A-18 は単色だが、 マイナス22はグレー2色を採用している全体が単色のグレーでは上下の見分けがつきにくいため、カナダ軍の CF-18 やアメリカ空軍の A-10 など一部の機体は、空戦時に敵パイロットの判断を遅らせることを目的として、岸士仮面にキャノピーを模したフォールスキャノピーを塗装している。折れ線パターン1970年代にアメリカ海軍から 戦闘機用明細の研究を依頼された航空画家のキース・フェリスは船舶用の明細として第二次世界大戦時まで利用されていたダズル明細の理論を応用し、明度の異なる灰色の幾何学パターンの明細を考案した。実際にイマナス -14 やイマナス -4 などでテストが行われたが、最終的により低コストのグレー単色が採用された。 このパターンは後半者にちなみ、フェリス迷彩と呼ばれている。日本語では、接戦迷彩とも呼ばれる。1920年代のドイツでは、戦闘服の迷彩パターンとして、フェリス迷彩と同類のスプリターとハーノーイマスターが研究されていたことから、英訳したスプリンター迷彩とも呼ばれる。なお航空機には採用されなかったが、戦闘服用としては後に、 スウェーデン軍やブルガリア軍などで採用されている。ロシア航空宇宙軍は2000年代から新規に導入した戦闘機に幾何学パターンの明細を採用し、既存の機体にもオーバーホールなどで工場入りするのに合わせ適用している。活動地域によって白黒バイ、緑黄茶など使用する色が異なっている。イラン空軍の F-14A の一部は、 ロシア航空宇宙軍に近い、エッジド3とオーナジアンマイナーにという、幾何学パターンの明細を採用している。黒、暗色塗装、黒色塗装は主に夜間活動を、主とした、戦闘機、攻撃機で用いられる。光線の反射により、視界が妨げられるのを防ぐため、ボンネットやキャノピー周辺部に、艶のない黒を使用したり、排気ガスの汚れが目立たないよう排気口周辺を、 艶なしの黒にする。近年では UH-60 や R-64 などヘリコプターの廃棄口周辺に使用されている。南極観測支援に利用される海上自衛隊の CH-101 は雪原で目立ちやすくするため黒地にオレンジのラインを入れている。塗り分け塗装用上明細として機体の上面を海からの照り返し、仮面を空の単色に塗装し、 ノーズを黒にする三色の養生明細がある。遠距離では海洋に同化するが接近すると視認しやすいため、後に主流となるロービジ塗装に対しハイビジ塗装とも呼ばれる。主に消戒機や救難機などの低空を低速で飛行する養生機に使われ、青系の色を使わない複雑なパターンにせず、境目が直線なのが特徴。救難機はさらにオレンジ色のラインを入れることがある。 特に対戦哨戒機では搭載される探知機器の熱を熱気を考慮し、ロービジ塗装が一般的になった1970年代以降も、アメリカ海軍と海上自衛隊で P-3 や P-2J の胴体上面を白色としていたが、冷却機の性能向上と停止認性の考慮により2000年代からクレー単色のロービジ塗装に変更された。 海上自衛隊では P-3C から改造された多目的機などは旧来の塗装が維持されている。陸上自衛隊の特別輸送ヘリコプターと LR-2 はボンネットと排気口周辺を黒、仮面をライトグレー、上面を青、中間を白にした4色の塗り分け塗装としている。白色塗装ジローグレーと比べると 光の反射があるため明細としては逆効果だが、不慣れな訓練生が乗る。初等練習機には白色をベースに飛行状態を視認しやすくするため、機体の両面や仮面に赤などの派手な色のラインを入れることが多い。1960年代には核攻撃を主任務とした戦略爆撃機に核爆発の先行から機体を守るため熱を反射する。 塗料を使用する白単色が採用されていた。現代では高高度を飛行中に偵察衛星から撮影された際に雲と同化するために採用されている。基本的に地上から目視できない高高度を飛ぶため、視認性は考慮されていない。また、熱の考慮が必要な対戦障害機は上面のみ使われていた。銀色塗装冷戦初期までは、 銀色は空に溶け込むとされ、アメリカ軍は多くの機体に採用していた。かつては塗装しないことでコストカットと軽量化もできたが、後に機体を保護するため透明な錆止めや銀色の塗料を塗装する様になった。現代では紫外線に弱い複合材料が使用されていることもあり完全な無塗装にはできないが、ロシアではツマイナス九十五などの戦略爆撃機を銀色を 採用している。特殊塗装曲技飛行隊では視認性を向上させるため、あえて目立つ塗装を施している。戦技競技会のような競技大会や、基地の記念行事などでは通常塗装の上に派手な、ノーズアートを施すこともある。初等訓練機はかつて訓練機は、黄色など派手な塗装を施していたが、現代では、 コストカットのためメーカーの標準塗装のまま使用する国が増えている。中東、高等練習機は実践的な訓練を行うため標準塗装をベースに主翼や尾翼の端にオレンジ色のラインを入れるのが主流になっている。試験飛行用の機体にはメーカーや軍の試験機関が目立つ塗装を施すこともある。救難機は白地にオレンジなど消防隊の防災ヘリと類似した。 レスキューカラーが主流だったが、次第に標準塗装にオレンジのラインを入れるだけになり、現代ではロービジ迷彩とすることが多い。ありがとうございます。